作は、同社が1985年に、デビュー作として、世に送り出した、パソコンゲーム、テグザー直系の続編にあたり、同ゲームで人気を集めた、自動照準レーザーと飛行機形態に変形する、ロボットを操作する、アクションシューティングに、謎解きや、戦略性の要素を強化した内容となっている。対応機種は、MSX2 と、 PC-8801 m マークツー SR で、あとの1990年に、PC、AT 向けが、ベーシエラ社から発売された。爆発的ヒットを飛ばした、テグザーの続編ということで人気を博した。なおゲームタイトル下には、テグザー・ザ・セカンド・コンタクトと記載され、ストーリー的にも連続していることが示された。4年前に発生した、ネディアム事件で、 試作機、テグザーを失いながら辛くも脱出に成功した、兵器開発船レイピナ。当時レイピナに乗船していたジョシュアは、恋人で、試作機テグザーのパイロット、アーサー・タイを事件で失っていた。だが事件は始まりに過ぎなかった。謎の小惑星、ネディアムは再び姿を現し、今度は地球への衝突コースに乗ったため、急遽編成された。 テグザー後継量産機、ファイアーホーク部隊による、迎撃作戦が展開される。その迎撃部隊の中に、ジョシュアの姿もあった。4年前の事件の真相を知るために、基本的に8方向ににスクロール、サイドビューアクションシューティングゲームである。迷路のようなネディアム内部を敵を撃破しながら、最深部を目指し、ネディアム中枢を叩いて地球への衝突を防ぐことが、 ゲームの目的で途中残骸として登場する容機や中継アンテナを介して司令部と連絡を取ってヒントを入手するなどの要素が盛り込まれている。なお前作テグザーでは時期が破壊された時点でゲームオーバーとなりセーブ機能がないため最初から再挑戦となったが本作では謎解き要素も追加されまたマップも大幅に拡大されていることなどから 各ステージのクリア状況がセーブディスクに記録されるようになっておりゲームオーバーになってもステージ最初からの再挑戦が可能であるまた豊富なオプション兵器はゲーム中のアイテム回収で所定回数使用可能になるがこれを上手に使い分ける必要もあるゲーム内の操作に慣れるための練習ステージが設けられており基本操作や隠しオプション兵器の解説が含まれている MSX2 版は横8ドットごとに2色までという、グラフィック制限が大きいスクリーン4を採用する、ことで全体の動作をスムーズにすることに成功している。MSX2 と 8MHz 駆動の PC-88 だと、マップに円形が表示されて、多重スクロール表示になる。基本的な操作は、テグザーと大きく変わるところはないが、後継機ファイアーホークは、 武装面で強化され、自動照準レーザーとエネルギーシールドの他に、威力の大きい誘導ミサイルや、様々なオプション兵器を使い分けることが可能となっている。また、機動力も向上し、小さな段差程度なら駆け上がることも可能になるなど、歩行能力も向上している。反面、消費エネルギー量も増加しているため、試作機、 テグザーと違い、何もしないでいてもエネルギーは減少する。テグザー同様に特定の敵を破壊すると、エネルギーを回収できるほか、オプション兵器中にある、タンクを使用することでも回復できる。エネルギーがゼロになると磁気が破壊されるライフ性なお正式配備された、量産機という設定から、作中方々に、同型の量機が格差しているが、ゲーム内のヒントとして、 この格座した領域に取り残され救助を待っている。パイロットとコンタクトを取って、表示されるメッセージを手がかりにゲームを進行する。変形は、ロボット形態の時は、下方向に操作すると飛行機形態に変形する。飛行機形態の時は、進行方向の逆方向に操作すると変形が解除、されるが、進行方向に直角に壁があっても解除される。ただし高さが、 ロボット形態に変形するだけの空間がないと180度反転しようとする。レーザーは全面約180度の幅で自動的にロックオンされ発射されるが壁向こうの敵にもロックオンするため場所によっては無駄弾となる。これしか攻撃方法がなかった前作と違い、レーザーだけではエネルギー不足、攻撃力不足なので獲得したアイテムを的確に 活用しなければならない。本作で追加されたミサイルは最も近い敵に、ロックオンマークがつき、発射すると真後ろにいる敵でも、自動的に追尾して飛んでいくが、途中壁などの障害物に当たると、無駄弾となる。シールドとミサイル、オプション兵器ボタンは兼用で、短く押すと現在指定中のオプション兵器やミサイルか、シールドが使用され、長く押すと、 シールド、ミサイル、オプション兵器を選択するメニューが出る。なお長押し中は、画面下中央のゲージが上がり、切り替えメニューが出る。オプション兵器を一つでも保有していると、時期を追いかけるように、オプションキャリアというカプセルが現れるが、これは、敵の攻撃や接触には無敵であるため、うまく操作すると、敵の攻撃を防ぐ盾にも使えるが、小さいためあまり役には立たない。 徐々にエネルギーが消費されいつかはゲームオーバーになってしまうため、迷路を素早く突破するためのマッピングやアイテム、取得順、使いどころを戦略立てしながらプレイする必要がある。ありがとうございます。